実はですね、私は以前、通商産業省の、電子制作部門、情報制作部門の、現場の責任者をいたしておりました。その時以来ですね、デジタルコンテンツというものをどのように進行していくのか、そういう産業、あるいはそういった作り手、これずっと携わってまいりました。ある意味ではクールジャパンのですね、一番の原点の立ち上げに携わってきた、一人であります。その後もですね、慶応大学の湘南藤沢キャンパスの助教授になりまして、日本のデジタルコンテンツ、あるいはクールジャパンを、担っていくようなデジタルクリエイター、あるいはそうしたビジネスモデルを作っていく、そうしたですね、いろいろなこのベンチャー、そうした学生を、若者を育ててまいりましたので、これからもですね、クールジャパン戦略、ますます頑張っていきたいと思っています。ポイントはですね、やはりそうしたクールジャパンに携わる、若いアーティスト、あるいはクリエイター、あるいはそうしたことをサポートするですね、ビジネス人材、こうした人たちがですね、やはり安心してこの分野、コンテンツの分野、コンテンツインダストリーの分野に入ってこれるかどうか、そのためのですね、この世界に入れば、人並み以上、場合によっては非常に大当たりしてですね、素晴らしい経済的にも、そして、文化的にもですね、精神的にも有益な人生を送れると、こういうことにしていくためにですね、我々努力すべきだと思っています。その際に、私は文部科学省の副大臣もさせていただきましたので、大学あるいは専門学校、こうした高等教育機関にですねの進行ということも合わせてやっていかなければいけないなと、このように考えております。いずれにしてもですね、この東京から世界に発信するこのクールジャパン、あるいはデジタルコンテンツインダストリー、そうしたことを皆さんと一緒に頑張っていければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。